ティモシー・ローはアメリカの指揮者。バーモント州のミドルベリー大学を卒業後、ワシントンのマディソン大学でロバート・フォンテインに指揮法を学ぶ。スミソニアン協会の音楽担当講師を経て、1981年にアマデウス・ヤング・アーティスツ・プログラムを立ち上げ、アマデウス管弦楽団を組織。このオーケストラとバージニア州グレートフォールズで定期的に演奏会を開いたが、シェナンドー郡の未舗装の路上で死体が発見された。ティム・ロー、ファウンダー・オブ・ザ・アマデウス・オーケストラ、ds.conectionewspapers.com オリジナルの2016年3月18日時点におけるアーカイブ。http://www.peep.us/68dc4c892015 年3月18日閲覧。アマデウスコンセルディレクター、ティモシー・ローファウンドデッド。washingtonpost.com オリジナルの2016年3月18日時点におけるアーカイブ。http://www.peep.us/43316ff2015 年3月18日閲覧。ありがとうございます。